玉かすが領事、旧姓、松本、1972年1月7日隊は、愛媛県東上郡の村町出身で、片尾並部屋所属の元大相撲力士である。現役時代は、身長183センチメートル、体重157キログラムを交渉していた。特異種は月、推しで、最高位は1997年7月場所の西席分けであった。 現在は年寄り、片尾波を襲名し、後進の育成に当たっている、農家の六人形師の三男坊である、松本の相撲との出会いは、小学三年の時だった。彼の住んでいた野村町では、1852年に大火災で260棟を、焼損したため、このような大火災が起こらぬようあたご神社に、以後100年間にわたって、 毎年33番の相撲を奉納すると誓ったため、おつよう相撲が開催され続けていった。1952年に漫画だったものの、それ以降も毎年11月におつよう相撲は開催され続け、松本が小学3年であった年にも開催された。そして、同級生より一回り身体が大きかったことで、松本は必然的に地区の代表に選ばれた。 それまで遊びですら相撲を取ったことはなく、付け焼き場の稽古をして臨んだ相撲だったものの、蓋を開けてみれば、対戦相手をなでぎりにする大活躍を果たした松本であった。このお強相撲での活躍ぶりはすぐに、野村町の相撲愛好会の面々の目に留まり、その後はしばしば稽古に連れ出されるうちに自然と相撲が体に染みついていった。小学4年になると安白相撲の予選に出場し、 愛媛県大会では上位に入って四国大会まで進んでしまった。同世代の中では巨漢であった松本は運動能力も人並み外れていると周囲から認められ、野村町立総科は中学校時代には大会があるたびに水泳や陸上競技の方眼投げ、走り幅跳びの選手として借り出され、ことごとく好成績を収めた。一方で相撲でも活躍を果たし、 中学3年時に部を全国大会団体戦ベスト16に導き個人では8位に入賞した。ただ、中学卒業前には、相撲の選手であることによる劣等感から相撲に見切りをつけて、ラグビーに対する憧れから、新居浜工業高等専門学校に進学しようと考えていた。しかし、 春日間で相撲を指導していた、兵土博一が、松本の抜群の素質に惚れ込み、相撲の断念を遺留したことで、高校に行ったら髪を伸ばさせてほしい。相撲もやる代わりに、ラグビーもやらせてほしい。と条件付きながら、野村高校への進学に至った。結果として、高校時代は、相撲の稽古が厳しすぎて結局、ラグビーどころじゃなかった。髪も伸ばせなかった。 ようであり、引退後に、本人は、あのまま相撲を続けてよかった。現在の自分があるのも、兵藤さんのおかげ、と感謝しているという。抜群の素質は、高校時代の切磋琢磨でさらに輝きを増し、当時から一徹した押し相撲の型を武器に、インターハイでは1年生の頃からベスト16に食い込み、2年の東西大校では、軽量級全国2位になった。 6人啓子を育て上げた父の苦労を理解していた松本本人は啓子の末程としてこれ以上迷惑はかけられないと感じて大学進学を望まず高校卒業後は警察官になるはずだったが相撲での活躍が認められて中央大学へ進学した大学では相撲部に所属し3年時に1年先輩の栗本、剛よと共に中央大学に34年ぶりの 学生相撲団体戦、日本一をもたらした。一方で個人では目立った活躍をしておらず、タイトルは体重別大会の1 3 5ラム未満級での一貫、止まりであり、他に全日本相撲選手権でベスト8の実績を残した程度であった。学生時代に11冠を獲得したこともあって、プロ入り前から活躍が期待されていた。 同じ中央大学の2年後輩である出島とは対照的な評価を周囲から下されており、当時の中大監督の長谷重幸も出島は確実に関分けにはなるが、玉春日は十両止まりかもしれないと考えていた。1994年1月場所が幕下付けでで初土俵であった。当時は玉、摩、春日自身もどこまで通用するかわからないと疑心暗鬼だった。 それでも、プロになってから頭角を表した。初土俵から、玉春日の四行名で相撲を取った。なお、学生時代の同期に無双山と土佐の海がいた。1994年1月場所を4勝3敗で、終えてから自身に不足を感じ、1年発起して1日100番の猛稽古で、鍛え直しを図った。1995年3月場所20両に昇進し、 1996年1月場所には幕内に昇進した。初土俵から入幕まで13場所負け越し知らずだった。その新入幕の場所では受賞を上げ関東賞を受賞した。さらに、1996年5月場所は技能賞を受賞。1997年3月場所では2回目の関東賞。5月場所では横綱、高野花を破り、 初金星を挙げて8勝7敗と勝ち越し、主君賞を受賞し、翌7月場所には関脇への昇進を果たした。その場所は7勝8敗と負け越し、関脇はこの1場所だけで以後2度の小結びを経験するも3役での勝ち越しはなかった。それでも前世紀には幕内上位の地位で7個の金星を挙げたなど番付上位キラーとして活躍した。 1998年9月場所は、明けぼに勝ち2個目の金星。1999年1月場所は、鷹の花に勝ち4個目の金星。9月場所は、初日に、若の花に勝ち5個目の金星。11月場所はまたも初日に、鷹の花に勝ち6個目の金星。2001年9月場所は、武蔵丸に勝ち7個目の金星をもぎ取った。しかし2003年1月場所に、 右膝の半月板を痛めて休場し、幕内から陥落した後は、怪我にも悩まされ、幕内中回や重量に甘んじることが増えた。2006年7月場所では、本来の押し相撲が久々に、鋭さを見せ、11勝4敗の好成績で、技能賞を受賞した。この3勝受賞は前述した1997年5月の、主勲賞受賞以来55場所ぶりだが、これは、 史上最も2回の3小受賞の間隔が開いた事例となった。また、この場所は幕内で初めて11勝を挙げた。しかし、東前頭4枚目に昇進して、久々の幕内上位となった翌、9月場所は初日から12連敗で1勝14敗と散々な成績だった。2007年1月場所は鋭い突き押しで初日から7。 連勝し、一時は優勝争いの先頭に立ったが、中日から6連敗を喫し、結局9勝6敗に終わった。3月場所は2日目から9連敗を喫するなど、一転して不調に陥り4勝11敗だった。その後は、首の痛みもあり幕内の注意回を行き来していた。土俵下で審判を務める片尾波親方十両に、下がった2008年9月場所の千秋楽に引退を、 表明し、年寄り、縦山を襲名した。引退相撲は2009年5月30日に行われた。その後、2010年2月4日に師匠である玉の富士、茂との名跡交換により年寄り、片尾波を襲名するとともに、片尾波部屋を継承した。部屋継承後は、仙台からの弟子である玉橋が関脇昇進、幕内最高優勝を果たした。 2021年3月場所9日目には、審判部の職務において、打ち出しまで3番を残した状態で、体調不良により大なると審判委員に交代した。伊勢ヶ浜審判部長は、片尾波審判委員について、大丈夫ですけど、診療所で見てもらっているだけですとだけ説明した。基本に、忠実な月押し相撲は高く評価された。月押しは、角下入り後に、 磨きがかかった。ただ、土俵生活も後半に差し掛かると若い頃の月押しは、やや影を潜め、左右の押っつけ、稲しなどの技を生かした押し相撲を取った。体が柔らかく、土俵際でのしぶとさがあり、月落としや捨て身の首投げ元気として鮮やかに決まった。ありがとうございます。